調査、テレ東委員会を開催いたします。まず初めに、菅野保健福祉部長より挨拶を申し上げます。県の保健福祉部長の菅野でございます。検討委員会の開催にあたりのことをご挨拶を申し上げます。委員の皆様、オールザーバンド先生方には、ご対応のところをご出席いただきまして、誠にありがとうございます。調査の開始から約2年、経過する中で、本検討委員会に求められる役割も変化してきましたことから、今回、見直しを行いまして、より多くの専門の先生方にご参加いただくとともに、今後長期にわたって、県民の健康管理を進めていくために、県病院協会など、県内管理機関との連携の強化を目指しまして、今般新たに、8名の先生方を委員としてお迎えし、総勢15名、解説をさせていただいたところでございます。検討委員会の委員のお皆様におかれましては、簡潔に、そしてそれぞれのご専門の立場から、調査結果の評価や、調査事業の進捗、今後の方向性等について、ご議論いただき、よくご助言を賜りたいというふうに考えてございます。まあ、申し上げるまでもなく、県民健康管理調査は、まあ、保守選の検討への、影響は言うまでもございませんけれども、県民の健康を将来にわたって見守っていくために極めて重要な取り組みでございます。委員の皆様には、今後ともご長年ごとのおりますよう、改めてお願い申し上げまして、冒頭のご挨拶に関させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。次に、委員の皆様のご紹介を、ぜひさせていただきます。それでは、先生方、本日お忙しい中、ご出席をいただきまして、ありがとうございます。お手元にお配りいただいております、出席者名簿によりまして、事務局よりご紹介させていただきます。まず、放射線医学総合研究所理事の明石委員でございます。明石先生には放射線と健康に関する専門家として引き続き委員をお願いしております。続きまして、他番組医師会顧問の伊坂先生でございます。伊坂先生におかれましても引き続き委員をお願いしております。伊坂先生は仮設診療所などにおきまして、現在も避難所の皆さんの診療に携わっておられます。引き続きまして、広島大学原爆放射線医科学研究所長であり、教授の稲葉先生でお願いします。先生は特に血液学、分子生物学、放射線生物学をご専門とされております。次に、日本学術会議副会長の春日先生でお願いします。春日先生におかれましても、引き続き委員をお願いしております。学術会議におかれましては、大震災原発事故を踏まえた健康被害の防止等にかかる提言を取りまとめていらっしゃるところでございます。次に、放射線影響研究所首席研究員の小玉先生でございます。小玉先生におかれましても、放射線と健康に関する専門家として、引き続き委員をお願いしたところでございます。日本医科大学内分泌心臓血管呼吸器外科統括責任者であり、同大学内分泌外科学大学院教授の清水和夫先生でいらっしゃいます。清水先生はチェルノブイリ原発事故後の甲状腺がんに関する現地調査や医療支援にも携わっておられます。なお、現在は日本甲状腺外科学会理事長でもあります。よろしくお願いします。次に、地元の福島大学人文社会学院経済経営学理教授の清水修一先生でいらっしゃいます。清水先生は特に今回の原爆事故も多くの県民の皆さんをご引率されながら、チェルノブイリ原発やベラルーシをご訪問されるなど、現地の状況を福島にご紹介いただいております。よろしくお願いします。国立がん研究センターがん予防検診研究センター長の津波先生で、
津波先生は特にがん、疫学をご専門とされ、これまでも厚生労働省などの各種の研究班の主任研究員を務めになられております。よろしくお願いします。岩崎大学被爆医療総合研究所教授の徳波先生で、よろしくお願いします。徳波先生も放射線、脳もと被爆医療、線量強化をご専門とされておられ、今回の事故による放射性物質の拡散による健康影響の分析にも一つから携わっていらっしゃいます。よろしくお願いします。引き続きまして、委員をお願いしております、福島県臨床心理医師会副会長の成井先生でいらっしゃいます。成井先生は特に被災者の心のケアのためのプロジェクトリーダーとして、県民を支えていらっしゃるところでございます。よろしくお願いします。次に、福島県医師会常任理事の星先生でいらっしゃいます。星委員は、特に発災後、県医師会にあって、県民の医療の確保、拡充に向け、ご尽力なさっているところでございます。引き続き、検討委員会の委員をお願いします。よろしくお願いします。最後になりますが、東北大学大学院教授で、宮城県子ども病院産科部長の室月先生で、県民健康管理調査におきましても、妊産婦に関する調査に取り組んでおりますが、妊娠や出産、胎児治療をご専門とされる室月先生に今回新たに委員にご就任いただいたところでございます。なお、本日は環境省環境保健部長の佐藤委員及び新たに委員にご就任をお願いいたしました長崎大学原爆放射害医療研究所教授の高村委員、そして福島県病院協会長の前原委員の3名の委員の皆様におかれましてはご欠席ということになっております。委員の皆様には引き続き県民の健康の維持増進に向け、調査にあたって実施することもある県民健康管理調査の適正か確実な実施のためご助言を賜りますようお願いいたしまして、委員のご紹介を終わらさせていただきます。よろしくお願いいたします。委員に一番上に妥当選手等を求めます。月曜の第3条の第4条の妥当は委員に5選手ということになっております。委員に妥当選手を立てましては保健室部長が幹事長を務める現状をさせていただきたいと思います。基本の関係があり実績にて幹事長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは暫時、分割調整室まで私会議長を務めさせていただきたいと思います。今会員の先生方の汚染ということで座長を決めていただくという決めになってございます。専任の方法と、あるいは、実践化線、いろいろな、ご意見等がございましたら、ぜひお願いしたいと思います。なお、本日、3人の委員が欠席されておりますが、3人の、お一人、県病院協会長の前川先生からは、出席できませんが、ご祝福とするので、委員長を、お願いしてどうかというようなご決まりを一応参考でお知らせしたいと思います。では、ご意見お願いします。よろしくお願いします。はい。多分医師会でございますけれども、今回の発災に伴いまして大活躍していただいた、やはり地元医師会の越谷北斗先生を少し説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。その他、事前も、つまり、それでは時間もありますが、今、伊坂先生から、ご指引をというお話でございます。前原委員からも指引をというお話がありました。
ご支援に多少お願いするということで、よろしいでしょうか。ご先生、はい。それでは、皆さんのご意向で、ご支援に多少お願いするということの決定させていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、ご指摘で、ご指摘の方にご協力いただきまして、今後の進行につきまして、よろしくお願いいたします。ご指摘の方にご協力いただきまして、聞こえた？ご指摘の方によろしくお願いいたします。今お話がありましたように、発災直後から福島県の医師会の松本としてよろしくお願いいたしました。この健康管理調査についても最初からお伝えさせていただいて、いろいろと考えるところもありますし、どうか私のメンバー、私の体制で進めていくということについては大変に感謝をいただいています。しかしながら、ご指摘でございますし、今、社長が福島さんですので、次第に中国によると、福田町は、私、プラスメースというふうに聞いています。私は、むしろ専門家、つまり、疫学や、そして県民に近いということが独立されることだと考えています。従いまして、私の指名させていただく場所は全く私が選ばれることにしませんでしたので、それは大事です。十分もですし、その時もグループがいただいていないので、ダメだと言われればごめんなさいということですが、このようにやっておりますスピーツ九州の経験をお願いしたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。申し上げる通りですね、臨時進行役ということと、県民の近いところから、本当に県民のために役に立つ、その研究、その実際という思いを、皆さん共有していると思いますけれども、それぞれ専門家の持ちで、それぞれ同志会や、それぞれいろいろ専門家の持ちですけれども、それから使用者で、私の不安なことを、客観性の方の役回りだと思っていますので、
まあ、この委員会が、あるいは調査ですね、県民の上から見て、まあ、あの、統制で透明なものになるようにという立場があってですね、私は言ってもらったというのも、そういうことですので、あの、実は、ピントが外れたことを言う可能性が非常に高いんですよね、専門的な現地からしますと。この辺はどうしてお願いしたいと思います。まあ、座長さんがですね、いきなり聞きなれたと思うんですから、私が断るのは大変、座長には申し訳ない。本当は隣の人だったと思いますけど、ね、わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの、本当に、早話を楽しみです。よろしくお願いします。今日は完成という、本当に、期待を申し上げています。それでは、あの、辞職署名人を指名しようということですが、あの、全く私もそれアイデアがなかったので、申し訳ありません。重要ですので、ありがとうございます。あの、赤瀬先生と伊坂先生にお願いするということで、皆さん、よろしくお願いします。では、本日の、議論署名は、あの、お伝えをお願いしたいと思います。続きまして、議事に入らせていただきます。議事の1番です。基本調査についてでございますが、事務局は、それからですね、大幅に入れ替わったことは、あの、冒頭の皆さんもご存知だと思います。で、今回から、あの、さまざまな、あの、報告するかは、私が何か、その、議員ではない先生方がいただくことになります。で、私たちはそれを、評価をし、そして、公共性や、さまざまな、県民や一般の人たちにも、分かりやすい言葉になるんだという役割もあると考えていますので、委員の皆様には、ご報告をいただいた上で、あの、どういうことに疑問に持ってないかなというのであれば、専門家現地から、あの、ご指摘ありますので、評価をいただきたいと思っておりますので、あの、あえてシャンシャンとか、ただ報告を受けるんではなくて、より理解を深めるというのが、今回の公開をしている目的の一つでもありますし、我々の存在の意味でもありますので、皆様から、そういう意味で、ご指摘いただいて、お付き合いいただきたいと思います。それでは、安野先生にお願いします。はい。ご指名いただきました、福島県立経済放射線学部県民健康管理センターで、基本調査を担当しております、総務省の安村と申します。では、あの、すでに配布されて、いいと思いますが、資料1に従いまして、報告させていただいております。で、今回、基本調査の実施状況などにつきまして、報告させていただきます。1、脳神経の解放状況、微線量推計作業状況でありますが、脳神経の解放状況に関しましては、本年3月31日現時点で、全県ベースで205万6924名のうち48万1723名から回答が寄せられておりまして、回答率は 23.4% となっております。川中町山木屋地区、ここから仙湖地区に関しての回答率は過半数を超え 58.5% でありますが、それ以外の地域の傾向としましては 22.9% にとどまっております。地区別で見ますと、下の表1にありますように、総々地区は 42% に達しておりますけれども、地域の偏りが見られております。大きなこの回答状況に関しましては、前回第10回の検討委員会で報告した傾向と、特に大きな変わりはございません。両学校に線量推計作業より結果通知でありますが、問診票の行動記録に関して、放射線学総合研究所で開発をいただいた評価システムを用いまして、外部曝線量の積算実行線量が推計されております。3月末時点で回答されたうちの 87.4% に42万件を超える推計作業が完了いたしまして、すでに41万件を超える結果が通知されているところであります。なお、あの、市町村別の資料に関しましてお送りいただきまして5ページに転資料としまして市町村、法務別市町村別の回答状況、線量推計状況及び結果通知済み等が記載されております。両括弧さんにお戻りください。一時滞在者等からの申し込みの提出状況に関しましては記載の通りですが、発送数3789に対し回答数が2054
血圧値は1478になっております。行括弧4、線量推計作業及び血圧値の今後の見通しであります。今申し上げましたように、推計が全部進んで、かつ通知が全部進んでいるわけではない理由は、行動記録に関しまして大きく欠落記載がされてないものや、場所が曖昧で位置の特定ができないものが、そのように結果がなかったら返せないでおります。でそれらに関しましては電話や文書により直接本人に確認し、実際に追記するという補記作業を現在行っております。その対象全体は約 16%、 7万6千件でしたけれども、現在その進捗としましては4万6千件がまだこの補記の作業をしているところであります。現在その補記作業に関してはかなり電話番号等の記載がなく連絡ができないケースもあります。そういうこともありまして、デジタル化データの通知が遅れているというのが実態であります。ごめんください。横長の方法ですが、これが、実行線量推計結果の状況であります。42万人強の推計を行いまして、放射線業務従事経験者を除きまして41万1922名の、推計結果であります。下の表3をご覧いただければと思います。県北県中地域に関しましては 90% 以上の方が右シーベルト2が、県内地区では 91% でした。会津、南会津では 99% 以上の方が1ミリシーベルト未満となっている。創造地区の方は約 78% の方、いわき地区では 99% 以上の方が1ミリシーベルト未満となっております。なお線量の分布に関しまして、年齢別男女別内訳に関しましては、別編資料23、別編資料23はページで申しますと、6ページ、ここに地域別の線量の分布、ページに年齢階級別、下に性別の分布が記載されています。また、8ページには、市町村別の線量、評価線量別の集計が記載されています。3ページ目の実行線量推計結果の評価に関しましては、前回までもご報告したとほぼ、同様の傾向が続いておりまして、これまでの疫学調査により100ミリシーベルト以下では明らかな健康影響が確認されていないことから、4ヶ月間の積算実行線量推計値ではありますけれども、放射線による健康影響があるとは考えにくいというふうに考えております。4番目、回答率の向上に向けて、最初にも申し上げましたけれども、回答率が 23.4% とどまっているということに関しまして、センターでは、この基本調査が、今後の健康管理を行っていく上での、基本になる基礎的な情報であり、外部被爆線量を知る唯一の機会であること、個人の行動により推計値が異なるため個々の危機が必要などということを、周知を図りまして、市町村等と連携して回答していただく取り組みを始終展開しているところであります。下の表にありますように、県民への直接的なアプローチとか、さまざまな方法を用いまして、現在も引き続き回答率の向上に向けた取り組みを行っております。なお直近では今年の1月から、この表で言いますと一番上ですけれども、仮設住宅等避難者への個別訪問による書き方支援の業務委託を実施したところであります。対象者はこの表にありますように1万2千人個別に対応というか、書き方を支援するアプローチを行ったところであります。また下の方にありますが、市町村の市役所等におきまして、書き方支援コーナー等の設置、また広報誌等に記載していただくような取り組みも行っているところであります。今後も引き続き可能なできることは何でもやっていくという姿勢で今取り組んでいるところであります。おめくりください。4ページ目ですが、問診票記入をより容易にするための方策ということで、前回の第10回でも
このような取り組み簡易版というふうに現在名付けておりますけれども、ご報告させていただきましたが、避難等により居住地を移動しなかった方、避難はしないで、あまり移動しなかった方、例えば初期の2週間の1時間ごとの詳細の行動記録から行動パターンに沿った簡単な書き方ができないかと、その他ですね、簡略な記載ができるところはないかということを検討いたしまして、問診票簡易版を作成したところであります。お手元の資料の、後ろの方にですね、見本ということで9ページ以降現在、作成いたしました簡易版が、ございます。詳細はちょっと省略させていただきますが、見ていただきまして、調査票の4ページですね、今までは1日ごとに行動記録を書いていただくというものでありましたが、多くの移動を伴わない方に関しましては、同じパターンで記載できる場合には、この3ページの3月11日からの記載をしていただくということで、簡便化を図ったところであります。この取り組みに関しましては、現在7市町のご協力をいただきまして、現在その検証作業をスタートさせているところであります。今後さらにその結果をもとにしまして、実効性の観点から配布方法や回答方法等に関しまして、さらに導入の是非に関しまして検討していきたいというふうに考えております。ご報告は以上です。はい、ありがとうございました。ただいまのご報告にもしまして、あるいは質問をまず確認したいことがあれば。はい、はい、双葉区医師会の井坂でございますけれども、今回ですね、この基本調査の改定が行われまして、これ見せていただきまして、大変前に比べたらすごい進歩したのかなと、書きやすくなったと思っています。ですから今7町村ですか、市町村が今施行的にも始まったということですけど、成績が上がることを期待しております。で今回のこの調査ですけれども、非常にこの難しい点もあると思うんですね。だんだん日が経てば経つほど忘れてしまいますから、かなり難しくなってくると思います。で、前の大会でも、2月の検討会でもですね、国税調査不要にしてやらないと、個別訪問してもこれは人手が足りないし大変だと思うんですね。なんかそういった方法と考えていかないとぐっと上がってこないだろうと思うんです。それが一つ。それから一応これは住民対象ということであれですけれども、今ちょっと問題になってますのは、企業検診で特に原発関連の企業さんが被災後ですね、発災後現地に入っている方が結構いらっしゃいます。その方々が全然こういった検査をしてないという感じを受けております。で、実際に私検診体制でいろいろこのやって入っていますけれども、こういう企業の方々が自由に決定してくるんですけども、やってますかというとほとんどやってないんですね。で、そういう方々の被爆、住業者の被爆とかそういったものは、これをあまり行われてないのかなというのが心配でございます。その辺が一つですね。それからもともとですね、この今回の東日本大震災並びに原発事故は国策で始まって国難であり人災であることから、国の責任は非常に重大だと思っています。で、交付金を出して地元で裁量であとやりなさいというだけの責任では免れないかなと思っています。で、国の関与がぜひ必要であろうと思います。その辺を考えていただいて、これを成績を上げるよう頑張っていただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最後の国の関与のことについては、この調査に限ったことではないと思いますので、また後ほど議論させていただくことにしまして、今の、提出率向上、あるいは企業に勤める、特に原発関連企業に勤めている人たちがどうなっているのかということについてはご説明いただけますか。はい、第1点目 調査方法に関しましては、センター内でもさまざま検討してまして、先ほど個別訪問でも十分ではないんではないかということもございましたけれども、どういう方法をすれば本当に回答していただきやすいのか、費用対効果も当然考えなくてはいけないところでありますので、それらも勘案しまして、現在もどういう方法であればやることが可能なのかということで、3ページ目にも書きましたけれども、さまざまな方法を検討しておりますので、伊坂先生にご指摘いただいたことも含めて、今後さらに回答しやすい方法を検討していきたいと思っています。で、2点目 の,
企業に関してですが、原発関連かどうかは、ちょっと別ですけれども、この3ページ目の企業等を通じた投資ということで、企業にですね、医大の方から委託をしました、委託をしてですね、企業に訪問して書いていただくような取り組みも実際はしております。ただ特定の企業に限ってということではありませんので、協力いただける、またはこちらが説明に行かせていただいてよろしいですかということをこちらから問い合わせて、うちで説明会を開いてくれということが受け入れていただけるところにこちらから出向いて説明会を開催しているというところであります。そういう意味で先生おっしゃられたように今後も企業等の、要望もあればもちろんですし、こちらからも積極的に働きかけていくというふうに考えています。はい、ありがとうございます。今日喋りにくいなと思ったら喋りやすいのでよろしくお願いしますけど今の1点目 の別でも十分でないということで、あるいは難しいんですけど、どういうふうなアプローチ、つまり、レベルが高かったところを集中的に率を上げていく、つまり 40% を 100% になったところを 100% 目指していくという話と、南アイルなどのところを上げていくというのは、ちょっとやっぱり手法も考え方も違うんだろうと思うんですね。で、今までいろいろ直接書いてもらいに行ったり相談したりしている中で、やっぱり阻害要因というか出せない理由は書きにくいからとか不信感があるからとか、そういうなんとなくその定性的な話を聞くんですけれども、その実際に書き方の支援をしたり、あるいは個別に訪問して書いてもらうときに、どんなものがその、阻害要因とか障害になっているのかっていうぐらいのところは、こうみんなが分かるような形になった資料っていうのはあるんですか？はい、定量的にですね、何パーセントがこういう理由でというのを明確に数字としては載っておりません。ただ市町村の役場等での直接書いていただけないでしょうかとかですね、そういう時の面接をした方たちの、印象という形での、ざっくりした印象としては、もともともこういうのは、協力したくない、書きたくないという拒否で、拒否に関してはどのくらい多いかっていうのはもう声をかけた時点で拒否という方までおりますので、実際には数字を出すのは非常に厳しいという感じがしております。ただ面接した方のお話としては、やはりなんで今まで出してなかったんですかというかですね、出せなかったんですかということをお聞きすると、やはり書くのが大変だ、思い出すのがもう随分昔のことで難しいと、だから、こういう形で書き方をサポートしてくれるとやっと書けるんですねっていうような形でお話をいただきますので、そういう意味では、書きたくない、またこういうことを、されることが、嫌だというような拒否が、一定割合あることは間違いないですけれども、やはり思い出すのが難しい、もう過去のことで、忘れてしまったとかですね、そういう方が非常に多いことは間違いないというふうに思っております。はい、ありがとうございます。もう一つその企業の話で、これはたまたまってみんな書いてあるんですね。その保守店従業者が望むということで、ただ出してくれている人もいるはずですし、あるいはこの実際に放射線業務に携わった人たちの放射線の管理というのは住民とダブると思うんですが、そこら辺はどういう切り分けをしているのかというのはちょっと分かりやすく説明します。ですね、この出している方がいらっしゃるので集計上回っているということで、ただやはり業務地を関わっていた方たちの健康管理に関しては、皆さんご存知のように労働安全衛生法上とかですね、放射線防護の関係の規定っていうのはまた別途あるというふうに私どもでは理解しておりますので、集計上除外しているということでありまして、この方たちの健康管理が扱わないという意味ではないというふうにご理解いただきたいと思います。ありがとうございます。この問題は非常に重要なところだと思うんですが、どなたかご意見ありますか？1点目、2点目、それぞれにこの調査にとっては大事なところだと思います。別のことでも言います。どうぞ。はい、引き続き丁寧に回収のフローを重ねていただいてまして、ありがとうございます。この基本調査は回収率を上げることはもちろん大切ですけれども、それが目的ではなくて、最終的に初期被曝の、推計を行うことが目的です。
そのために、放射線医学部総合研究所の方で、評価システムを用いて全面を設計していただいているわけですが、この前にも前回にもちょっとご紹介がありましたように、初期被爆 のモデルにつきましては次々に今新しい、情報をもとにまたモデルの改良されています。で今後ですね、一度推計した値につきましてもモデルが更新されることを反映して今後もその推計の改良更新というのに努めていただければいいと思います。放射線がすごい研究の中で先生ご指摘のように確かにいろんなデータがまだは加わってないデータがあると最近出てきているデータもあります。我々一貫作ったものを全く変えないという考えは全くありません。必要なものについては考慮するということには変わりありませんので、ただ一つ問題点はどの程度数字が変わるのかということをまずシミュレーションをする必要があるかなと思っておりますので、そこもシミュレーションするか実際の計算の最小化と両方考えていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、データについて、ちょっと教えていただきたいことがあります。で2ページに、表がございまして、これを見ると確かに1ミリとか2ミリ、2ミリレベルのですね、数字がほとんどでありますから、全体的には非常に理解の比較線量が低かったというふうに評価していいと思いますが、早々地区のところで見ますとですね、それなりに数字の高いところにも、何人か上がっております。それで一番下の最高値を見ると25ミリシーベルという数字になっております。でところで甲状腺 その内部被爆線量の推計というのが行われていて、弘前の徳丸先生などがですね、いろいろと調査された結果をテレビなどで見てるんですが、そこでは甲状腺の内部被爆線量として30ミリとか33ミリですか、そういった数字が出ていたと思います。でここではですね、最高25ミリというのは外部被爆線量であるわけで、今申し上げたその甲状腺の内部被爆の数字との関係といいますか、非常に素人っぽい考えで言いますと、内部被爆と外部被爆を合計すればですね、25と例えば33も単純に合計すれば58になるわけでありまして、で、全体的な傾向としては明らかにですね、被爆線量少なかったけれども、一部であり、そういう数字はあり得るというふうに考えるべきではないかという素朴な疑問が一つあります。もう一つは、3ページでですね、100ミリシーベルト以下での明らかな健康への影響が確認されていないことから、云々ということですね。100ミリシーベルトというのが、この判断 の基準にすでになっているように見えるわけです。ただ、県民の現状の認識から言うとですね、100ミリ以下であれば、大丈夫だというコンセンサスがなかなかないわけです。ですから、私自身は、チェルノブイリのデータ等に鑑みてですね、これが線量であれば、全体としては非常に危険は小さいというふうに思っていますが、100ミリという基準を設けて、それ以下であればということを根拠にするというのは、あまり県民の今の意識状況からすると、納得しがたいというのが現状だという私は思います。でこの委員会のこれまでのですね、議論の経緯なんかも、踏まえた場合にこういう書き方が本当に妥当なのかどうかということをちょっとお伺いしたいと思います。
はい、1点目の、外部逼迫と内部逼迫のに関しましては、基本的には内部と外部を、足すして、まあ、逼迫戦力と考えると思うんですが、ただ先ほど先生が提言出されましたその25ミリと、まあ、33というのは同じ型であれば、まあ、そういうことはないと言ったりしますけど、それがちょっといい例かどうかというのはまた別な議論かなというふうに思っております。ただ理論的にはそういうこともあるのではないかというのはおっしゃる通りかというふうに思っております。で、2点目 の, この解釈というか評価なんですけれども、今先生がおっしゃられたように実情、県民の意識考え方と違うのではないかということに関しては、確かにいろいろな考え方というかですね、印象も含めてですけれども、うちの方もいらっしゃいますので、この表現がまさに100以下は安全だというふうに判断しているということを示したいわけでは決してありません。ただ原爆被爆者の健康影響のデータ等を含めて100ミリ以上で、まあ、明確というか関連が分かっていることと比べると、まあ、100では、まあ、明らかなとここに書いた通りなんですけれども、確認されてないというのを踏まえると、考えにくいということで私たちは解釈しておりまして、決して起こらないということを前提にしたり、全く問題ないということをお伝えしたいわけではありません。ただ今先生おっしゃられましたように、この表現が、過度に安全を強調しすぎているというふうな誤解を県民に与えているとすれば、実際これはもうちょっと私たちも、評価の仕方というかですね、表現がその評価を表しますので、検討してしっかりとした事実に変えていく必要があるかと思っております。はい、ご意見中志でございます。先ほどの清水先生のご指摘で甲状腺の33と、それから外部被爆の25ということですが、内部被曝のこの甲状腺の33ミリっていうのはこの甲状腺だけの線量であります。でこれは要素131として考えたいんですが、33ミリシーベルト、もしそれがじゃあ甲状腺じゃなくて全身にどれぐらいの被曝に当たるかということになると、現在では1:20という計算をしていますので、要素による全身の被曝が 1.65 ぐらいですかねになるというふうな計算をしております。で県民健康調査の中でホールボディカウンターでカウントしているのはアルマセシウム137と134であります。ですから内部被曝を考える場合は各種ごとに計算をしていくことになりますので、25と33を足すということにはならないというふうにお考えいただければと思います。問題ないですね。以前から中学院の99年から研修に行ってるんですけども、すみません。はい、ですね、何歳の時に被爆すると一番なんですか、発症しやすいかというので、先ほどのデータは1歳から3歳、つまり乳幼児の時に被爆すると、一番がん発生率が高い、それから4歳、5歳、6歳と次の段階の被曝の年齢なんですけども、7歳から15歳は大体それからもう少し下の横ばいというような状況で、しかも乳幼児からもう6歳ぐらいまでの間っていうのは被曝の特急の患受性といいますか、それが専門家じゃないとよくわからないんですけど3倍から4倍ぐらい高い患受性があるというふうに理解してるんですけども、そういうのを、考えた上での表なんでしょうか、それともこれにプラこの被曝量に対してそれを考えなくて付け加えなくていけないということなんですか。これはあくまで初期の最後の、4ヶ月間の被曝線量を、先生がおっしゃるその、かけるようなことはしないで素データでそのまま記載していると。今後評価の際にそれをどういうふうに分析値を使うかというのは次の話かなというふうに思います。はい、一つ要望なんですけども、先ほどご説明のあったその甲状腺の
あの被曝量とですね、からこれ言われるこの立候補線量の関係とかですね、この単純に足し算するっていうのは科学的でないっていうようなことの内容とかですね、そういうものが素人にでも分かるように解説でしていただくと誤解を生まないと思うんです。で、その透過線量と実行線量の違いとかですね、そういったことに関しては私も十分に理解してきてないというふうに思ってるんですけども、例えば素人から見るとここで、外部被曝の線量の推計の数字を持ってすぐにですね、影響があると考えにくいですね。ちょっと飛躍があるんですね。で、内部被曝どうなのという、そういう素朴な疑問にやっぱり一時答えられるような、そういうレポートであってほしいなという私の希望です。ありがとうございます。今の話し手としてお考えいただきたいと思います。時間もございますので、この基本調査はまた何かあれば後ほどご発言いただくことにしまして、甲状腺検査、今の話も少し関連してまいりますので、甲状腺検査のについて説明をお願いします。はい、福島県立医大の甲状腺検査部門の部門長をしております鈴木慎一でございます。では資料2をご覧ください。1ページ目と2ページ目がいわゆる県内で行われた一次検査の実施状況です。で、1ページをもう一度ご覧ください。ここの実施順はですね、12ページに、別紙1にございます、この検査順が後ほど申しますけど、この検査の実施順に従って記載しております。ですから市町村名というのはあくまでも検査の実施開始順から行われています。で、1ページ目の47,766人、23年度の実施対象市町村のうち、実施者数は今までは38,000というデータを出していたんですが、24年度以降積み増しをした人がその後受けられなかった後また受けたという人を加えております。で、39,193人になって、受診率が 82.1% でございます。で、市町村別はご覧のことでありまして、やはり県内に避難し、これ全て避難対象地域なんですが、県内に避難している方が多い市町村と、県外に避難されている市町村が多い人と、市町村をほとんど避難されないでとどまっている市町村によって多少違うという、ここに差があるということでございます。で、年齢別の分布は全て、23年の3月11日現在の年齢で記載しております。で、その他県外の居住者というのは県外に避難移住等された方が今回県内でこの検査を実施された方の数が書いてございます。2ページ目をご覧ください。これの24年度のものが2ページのものでございます。で、ここが163,264人中133,787名、 81.9% という実施率でございます。受診率でございます。で、これを記載はございませんが、合計と書いてあるところが平成23年と24年度の実施対象市町村の合計で、21万1000が17万2980名で 82% の受診率という合計になっています。で、その下のカラムが25年度、これは4月の22日から今回開始したものですが、対象は15万8783名が来年の3月末までの対象なんですが、そのうちの5694名の対象の方に対して4720名、今のところ現在は受診率 82.9%、 全体の集団関数と 3% の受診状況になっています。で、次の3ページをご覧ください。これは一次検査の県外検査でございます。24年の11月1日から県外、契約した機関において検査を実施しております。この丸4に書いてある県外検査のお知らせは、県内検査を実施した市町村順に、それを確定した後にですね、未受診者という中で県外も県内も、未受診者の中で県外も含まれているということで、これをお知らせを発送して、受診をいただいています。ですので、この表を見ていただきますように、対象、県内未受診者の対象9635人中、県外で受診を希望している方が2155名、うち1571名を実施して 72.9% の受診率ということが、この表で分かるものであります。で、4ページをご覧ください。
4ページ目が同じものの24年度の実施でございます。で3万人対象の2053人が受診希望して、現在 46.2% の受診率です。これを合計したものが、その下の4万531人中4208人が県外で受診を希望して、うち2519人の約 60% は今受診しているということでございます。で、ここの下の両括弧に検査の充実に向けた主な取り組みとして、現在、全都道府県において76の機関、これも13ページのベースにそれぞれ、記載させております。ご覧ください。これと協定を締結しており、今後も県外での検査体制の拡充を図ることにしております。で、丸二としては、県外避難者が多い地域、新潟県や山形県については、すでに福島以外からも直接赴き、県外検査を実施しております。今月はまた再び山形市で実施予定でありますし、8月には神奈川県で、ここも多数いらっしゃいますので、私どもが検診バスを使って受診、検診に行く予定になっています。5ページをご覧ください。これが一時検査の結果の概要でございます。市町村別の概要については、別紙3、4、14ページと15ページにそれぞれ別に記載しております。全体の結果を申し上げます。23年度は今まで3万8000人で常に報告してましたが、先ほど言ったように、この米印2のように24年度に実施した対象者のうち、検査結果が確定した2188人を含んで、このように、未受診者もその後、至るところで受診機会を設けて、必ずその受診率を上げているということの事実でございます。で、現在、A 判定が 99.5%、で、24年度の方は13万4000人中の、で、A 判定が 99.3%、A2 が3それぞれ 35.8、44.6 ということになります。で、B 判定は23年度が 0.5%。で24年度が 0.7% です。で、C 判定は24年度に1名、いらっしゃいました。で、判定結果の結節濃厚については、それぞれ、次のページでお知らせしますが、基本的には結節は約 1% か 1.2%。濃厚は A2 判定のほぼ全容に影響するような 35%、44%。ほとんど A2 が濃厚を示しているということでございます。6ページをご覧ください。ここに、今までもこの23年度のものも、この年齢、性別で、報告してありますが、これは、別紙後ろの方に、23年度の分はすでに出しておりますが、24年度はこの6ページのような結果であります。これを見ていただきますと、A1 がいわゆる0から5歳に非常に多くて、A2 は、その後の6から10、11から15と学童期に増えてきます。そして16以上になるとややピークが過ぎて下がってくるということでございます。 B 判定はちょっと見にくいかと思いますが、濃い色で出ておりますが、思春期以降、11歳以降で、認められまして、特に女性に優位に多い傾向で、年齢が上がるほど頻度が増えていくという傾向でございます。これは23年度と特に、変わりはありません。で、7ページをご覧ください。これもしこり、結節に関しての詳細ですが、結節下のグラフを見ていただくように、ミリ単位でいうと5ミリから5ミリ以下が非常に多い。で、5ミリを超えると、そのサイズが大きくなるほど頻度が下がってくるという傾向でございます。で、次のページ、8ページをご覧ください。濃厚に関してですが、濃厚は当初お答えしましたように、充実部分を伴わない濃厚だけをこれは濃厚と申し上げておりますので、いわゆる、悪性を疑う、または悪性である可能性が、ほとんどないものということの濃厚を含めております。で、ここのサイズが丸2に出ているように、0から3ミリが大半を占めてしております。 80% 以上がここに入ります。で、通常の臨床報告等では3ミリ以上を集計したという報告がございますので、それを一番丸1の表の米印2のような集計にし直しますと、A2 判定が 44.6 から 18.2% の差、従来から報告してまいりましたが、濃厚のサイズをどこまで捉えるかによってこの頻度が変わるということであります。また別途資料の一番最後についている、この
3県の有病率調査、これ参考、これは環境省が実際なものですけど、これの A2 判定の頻度というものも 56.5% と同じような方式で、やられたものですが、頻度がこういうことであるということで、一つご参考いただければと思います。で、9ページですが、ここに二次検査の実施概要はそれぞれ、市町村別に出しています。特に、上の段の23年度、今までは186名で常にずっと出したんですが、先ほどから申し上げましたように、積み上げがございますので、募集団が205人に増えております。で、すでに受診しているのが 81% ということで、この後ほど増えた人がいますので、なかなか100にならないということでございます。で、下の方は24年度で今、0.7%、935人中 27%、255人が受診して、合計で、1140人の二次検査対象者のうち421人、37% は受診しております。10ページをご覧ください。その二次検査の受診状況に関して、一つは上のグラフ、両括弧2が月別の検査初心者数なんです。いわゆる二次検査に来た初心者の数、当初やはり去年の3月から始めたのですが、やはり非常に少ないということで、夏休み過ぎからは倍のブースで、行いました。で、2倍化したんですが、それでも受診者数が多いということがありまして、1月後半からは3ブース、今までの3倍に、しました。で、それでも少ないということで、今その倍の6倍という形に、なっております。で、このような形で、受診機会を二次検査のスピードアップを図るということであります。で、検査充実に向けた主な取り組みが括弧3に書いております。特に丸2、A2 の判定であっても、甲状腺の状態から二次検査を要すると判断したものを B 判定として二次検査を実施しております。また、丸3は早期に診察が必要と判断した方については優先的に二次検査を実施しております。丸4、二次検査の結果は直接、検査対象者及び保護者に時間をかけて詳細に説明しております。丸5はこの下のスケジュール表のようですが、こういう今の二次検査の実施者数の増加も踏まえて、このようにスケジュールを改変して、なんとか夏休み過ぎまでに24年度の実施者の検査が終わるようにしております。それに対しての取り組みとしては、今までの2000本院を拡充しまして、ブースの拡充、あと県内拠点でも同時に実施できるということを模索しておりますし、あと二次検査の予約の見直しということもいろいろ考慮しております。では、11ページをご覧ください。これが最後の資料になります。結果概要です。これは二次検査の結果ですが、細胞診を最終的にした方の結果ですが、平成23年度が12名、24年度が16名、いわゆる悪性内視悪性疑いといったものであります。合計で28名であります。で、これは5月27日現在のデータでございます。23年度は悪性内視悪性疑いの12名中、8例が手術をして診断が最終確定しています。1例は良性結節でありました。7例は通常の乳頭がんでございます。1例の良性結節に関しては、非常に専門家の中でも非常に診断が難しいと言われていたもので、最終的にご本人、ご家族と相談の上、手術で確定するという判断をいただいています。で、悪性、男性女性の比は5対7、平均年齢が17歳、平均収容刑が14歳。で、24年度は悪性内視悪性疑いの16例で、手術で確定したのが5例で、全て甲状腺乳頭がんでございます。で、全体の男女比は9対7、平均年齢16歳、平均収容刑18年。で、合計で、もう一度繰り返し申し上げますと、28例中13例が手術して、12例が甲状腺乳頭がんと確定して、1例が良性の腫瘍であったということであります。で、細胞診で悪性および悪性疑いであった28例の年齢と成分布をこの丸2のグラフにしました。先ほど清水委員の方からご指摘あったように、非常に小さい年齢ではなくて、思春期以降、右側に見えるような年齢に非常に多く認められているという傾向があります。
で、丸3に関しては23年度と24年度の、県内自治体小市町村別に、二次検査の結果、いわゆるこれは最終結果ではございませんで、悪性および悪性疑いというところが出たところでこの数を出しております。で、左側は23年度です。すべて、悪性悪性疑いの数が全体の一次検査実施者の数で割った率も出してございます。それに比べて右側の24年度はあの検査順にやってますので、福島市はある程度今実施率が進んでますが、それ以外は進んでいませんので、右端のパーセントはまだお出しする数ではないということで示しております。ここまでがあの私どもの検査結果の概要でございます。以上です。はい、ありがとうございます。追加という資料がありますが、これはお勧めをありますか。ある程度説明したんですが、もう一度じゃあ説明させていただきます。12ページ、これがいわゆる検査実施の対象市町村のを出してますが、最初はこの白枠のところを2012年、23年の10月から福島以来、川俣、飯舘、浪江の市町村をまず開始しまして、その後あの川俣、南相馬をはじめ、出張での検査を開始して、これが全て23年度ということで24年の3月に終了して、でその後真ん中のやや薄いところの地域が福島市から始めて、最後郡山市、三春町で終わっているんですが、ここが24年の4月から25年の3月までの実施で、その後今現在、須賀川市、相馬市、新地町、いわき市をから25年度を開始して、これが夏までに終わって、その後石川町以降こう 県南の地方が9月、そして10月以降会津地方を来年の3月まで実施するという順番になっております。はい、それは分かりました。で、資料の追加というのは福島県外3県におけるというのを説明はこれどうだったかな、環境省から。説明したのが同じものが、これは環境省で説明されるんじゃないかと思います。私どもの追加資料ではないと思います。はい、何か説明します。同じ内容であることは同じ、簡単にじゃあ説明させていただきます。環境省のオブザーバーというのが記入でございます。追加の資料19ページでございますけれども、福島県外3県における甲状腺有所検出調査結果、先ほど鈴木教授からもご説明がありましたけれども、昨年度の環境省の委託事業で、委託先が日本乳腺甲状腺超音波医学会、そこに委託しまして、福島県外3県、青森県、山梨県、長崎県の3県の合計約4500人のお子さんにですね、超音波検査を実施しまして、調査をしたのがこの資料でございます。結果は先ほどもございます。先ほど1ページに送っていただいて、20ページをご覧になっていただきたいと思いますけれども、約 A2 の方は、A2 の方は、全体で、トータルで、56.5% ということの金額になられたと。もっと大きい声で話してください。聞こえません。B については 1%、C については、ケースが見られなかった。はい、ありがとうございました。それではこの件について何か委員の皆さんからご質問。はい、総学院士会に高いでございますけれども、鈴木先生にはもう精力的にやっていただいて大変感謝しております。ですけれども、一番皆さんの関心のもとは11ページに出た結局ですね、この悪性腫瘍あるいは中悪性腫瘍と疑い、これらの数についてだと思うんですが、この点につきましては、ちょうど今日専門の清水加藤先生いらっしゃいますから、その辺を教えていただければありがたいと思いますけれども、実際問題これパーセンテージで言うと23年が 0.026%、 それから24年が 0.011%、かなり低く感じております。私どもの上がった甲状腺の発生率というのは、これも大体 0.06 ぐらいから 0.09 ぐらいの
かなと思っています。それから、18ページの方です。戻りまして、脳腫ですね、脳腫の発見率もこれ 44% ぐらいになってますが、これは標準ではないのかなと思います。その辺を鈴木先生からちょっとコメントいただきたいと思いますし、また大越先生、アドバイザーの先生方からも、この辺で標準、多分この辺がですね、一番原発との関係があるかないかということで、話題になる部門だと思いますね。その辺のところで教えていただければありがたいかと思います。ただこのがんというのは一日してならずですから、現在のこの数とこれからですね、何年間も非常に判断がこんなになってくると思うんですね。その判断の仕方をちょっと教えていただければありがたいと思います。はい、市民ですけども、難しい問題だと思うんですけども、まあこれだけ検診数をやってですね、まあ、努力してエコーを使ってやっていけば、このくらいの数の、乳頭がん、まあ、乳頭がんというのは、こちらの悪性腫瘍が一番 90% ぐらいですけれども、その乳頭がんを発見するのは、まあ、このくらいの数が出てくるかなというふうに思います、普段でですね。ただ、今回のようになって、普段に子どもさんの大規模な検査というのはまだやってませんので、なかなか比較はできないことは事実ですね。でも、膨大な数の患者さんの子どもさん の検査をすれば、このくらいの数が見つかるのかなというふうな、あまり驚くよく数字では、多かれ少なくですね、数字ではないというふうに思います。それからあと、まあ、当時、昔のチェルノブイリの事故の後の検査と比べて、もちろん機器も良くなっております。エコー自体の機器も良くなっておりますし、診断の技術も上がっているし、だから画像も鮮明になっておりますので、小さい病変は見つかります。そういうわけで以前よりは見つかりやすくなったというふうに思います。それから脳胞のことですけども、お友さんの脳胞のことですけども、私どもの大学でも、今年1月から福島県立大からの連絡を受けまして、東京関東近辺に避難している子どもさんをだいぶ検査しました。それでもやはりほとんど 40% から 45% ぐらい の多発性の脳胞が見つかります。ですから脳胞の数も他の施設でやった結果とほとんど同じというふうに考えております。それから質問よろしいですか。鈴木教授に私毎回質問を教えていただきたかったことが2つありまして、1つは A2 のですね、脳胞の2ミリ以下の、失礼、20ミリ以下ですね、20ミリ以下の脳胞の中で中に充実線とかがちょっと見える、これは C に落とすべきか B2 のままで置くべきか迷うことがあるんですね。どのくらいの脳胞の中にどのくらいの充実性のものがあるか、あるいはその形がどんなものなのか、芯に落とすのかということをちょっと教えていただきたいのが一つ。もう一つは男女比は大体乳頭がんは1対 7.7 から1対 8.8 で女性に多いんですけれども、この結果を見ますとちょっと男の方が多いような印象が、頻度がですね、前チェルノブイリの結果を見ましても 1.3.3 ぐらいで、男の子がちょっと多くなってきたかなという印象もあるんですけども、その点先生何かお感じになるのか、またちょっと聞いていただけます。はい、清水先生ありがとうございます。まず先生のところでも先ほど先生がおっしゃったように県内の避難者を先生方にも見ていただいているということなんですが、濃厚の中にわずかに充実部分があるのどうだということなんですが、充実部分が少しでもあるのは全部 B 判定にしています。で、我々それを先生方が お悩みになったのも判定委員会で全部 B に上げています。で、充実部分じゃなくて脳胞の内容物としてダラダラとあるもので腫瘍じゃないというのは明らかに分かるものは脳胞の中に見えても、それがしこりじゃないというのが分かった場合は脳胞に含む。それでない場合はどんなに小さくても壁について腫瘍としてべったりついてそれが大きくなる可能性があるものは少なくともがんの可能性を否定しなければいけませんので、それは全部 B 判定にして、ある大きさです、それが全体の脳胞を含めて5ミリを超えているものは B 判定です。
右横じゃないのが極めて小さいので、2年後でいい。でもちろん形だけで、極めて怪しいものは先ほど申し上げましたように、B 判定じゃないです。そういうことで、今申し上げた農法と我々が今回で言っているものは全て液体しかない、でいわゆる通常専門医は細胞診もしない、というものしか含めております。あと2番目の質問ですけど、確かに1対7という比率もありますが、まあ、施設によっては1対4くらいです。どんなにでも大体、女性が多いというのは一般的な、特に成人の乳頭がんでは多いということですが、今あの23年度、24年で24年度は特にやや男性が多いということですが、これは全く途中経過のデータですので、全体が揃ったところでないとなかなかわからない可能性があります。ですから一応そういうことは一つ頭に入れながら、あの今後経過を追わなきゃ、でこの時点でどうだっていうような表現はないです。そのコメントをもう一つして、男性が多い場合に非常に悪い症例が多いのが一般的ですね。女性は良くて、で男性が含まれていると相当悪いのが入ってるんじゃないかということはありますが、今までのデータも見ても非常にそこの臨床症状というのは決してこのグループは非常に進行の早いグループというのは含まれておりませんので、その点から言ってもあまり精査が何か影響しているというよりはまだそういう数ですので、また変わる可能性があるかもしれないので、もう少し見られた方がよろしいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。他にご質問。はい、いくつか分からないところがあるので質問を申し上げます。で5ページのですね、その一次検査の結果なんですけども、で判定結果、下半分の23年度と24年度を並べたものを見てみたいと思います。で23年度の調査対象になっている地域というのは比較的現場に近い、まあ、被害の大きいですよね。で24年度の方はやや距離のある、まあ、レベルやや低いというふうに理解しておりますが、一番右側の合計の欄で見ますと、結節農法でですね、23年度は 1.04% と 35.61%、 これがその下の24年度の方を見るとそれぞれ 1.19% と 44.65% になっておりまして、つまり現場から遠いところの方が割合が高いというのが見えるわけで、ちょっと待って、いくつかまとめて申し上げますので、これをどういうふうに解釈するのか、これは原発の事故の影響でないということを示すデータというふうに解釈できるのかどうかということが一つです。それから11ページのですね、先ほど、コメントがありましたけども、23年度に12例があったという、23年度エリアといいますかね、で12例ということですが、前回2月のこの委員会で示された数字は、確かその3人のがんの患者と疑いのある7人というですね、合計10人ということだったと私は報道で、見たんですけれども、で今回はですね、悪性ないし悪性疑いということで、両方をひっくるめて12という数字にしているわけですね。前回その3と7合計10という数字がまとめて12というふうになっていて、今回こういうふうに表記が変わった理由はあるのかなということと、それからこの3たす7が10、今回12という2名増えている理由なんですけれども、これは検査の対象になった人数が1000人ぐらい増えている、だからそうだということなのかそうでないのかちょっと教えていただきたいというのと、それから先ほどの論点でちょっと共通するんですが、23年度と24年度を比べてみると24年度の方が16例で多いんですね。でこれも先ほど言ったようにですね、遠いところの方は、例が多いということですね、まあ、間接的に原発の影響は考えられない、考えにくいということになるのかどうか、
それからその下にあのグラフがありまして、年齢別の、発症の割合といいますか、これ出ておりますが、これ9歳から始まってますよね。チェルノブイリの事故の場合には、私のこう単純な、印象では、要するに若ければ若いほどリスクが高いという、そういう、なんていうか印象があるんですけれども、もしそうだとすると、9歳から出るということは、原発の関連を想定した場合に、どう解釈したらいいのかということなんです。そこを教えていただきます。ありがとうございます。ではまずあの、4つ質問いただいたうちの1番目、結節の方が23年度と24年度で、差があって24年度の方が増えているということでございますが、ここに関してはあの原発から遠い地域という括りだけではなくて、やはりそのためにあの先ほどの基本線量というものの把握というのが重要だと思って、それを突合しない限りは分からないとは思いますが、一つ、単純に推測できることは、時間とともに年齢が少しずつ上がってきて、対象年齢、最初0歳から見てますけど、2年の最後だと2歳上がってるんですけど、先ほど申しましたように、脳胞は学童期に増えるんです。1年経つだけでも頻度が少し増える。で、結節も11歳くらいから増えてきて、上になればなるほど増えてくるので、2年の影響が少し出てる可能性もある。ただそれだけで今計算はしてません。ただそういうことも含まれるので、先生おっしゃったように、離れれば離れるほど増えてるなら原発との影響関係ないんじゃないかって簡単に分かれば一番いいんですが、それももちろん最終的には全て線量と、個人線量とですね、比較するってことは必要だと思いますけど、ただ単純に言えばその逆よりは分かりやすいということは分かりやすいと、それ以上は科学的には今のところコメントはできない。むしろ年齢の影響が一番、年齢が経過して、で先ほども申しましたように非常に脳胞結節の頻度が年齢に依存するので、そこの可能性は十分にあるかなと思っています。で2番目ですけど、これは37と記載の仕方ですね。まずは、2月の時点の検討会では、同じように10例疑いもしくは確定例がいたんです。で10例のうち3例が手術で確定したということを申したんです。その後にやはりその時でももう70数名が細胞診してるんですけど、そこからプラス、細胞診が10名くらい増えて、その中で、やはり悪性ないし悪性疑いが積み増して出たということ で時間が経ってますので、その間に悪性疑いの中でも手術までして確定した人がいるということで、それをお出ししたので、出し方を変えたわけではありません。で前回はさっと10例で3例ががんということしか申し上げなかったので、10例疑いのうちということですが、今回はましてや手術までして陽性という方珍しい例まであるということも含めて、悪性疑いが全てがんであるというわけでもないということも含めて、こういうこともあるということで、報告しています。また3番目のご指摘は、24年の方が、がんの数が、がん、または悪性、または悪性疑いの数が多いんじゃないかというご指摘、ごもっともだと思うんですけど、対象人数が非常に多いということがあります。あとはもう一つは、日本松、本宮、郡山市等はまだ、募集団がほとんど進んでないところで、悪性疑いが出ているというのは、これは10ページの括弧3の丸3に出したように、 C 判定ではありませんけど、早期に診察が必要と判断した方については優先的に二次検査ということで、一応優先的に検査しているので早めに数が出ているので、これも最終的にある程度の募集団の検査が済まないと頻度はわからないということです。これは医学的に人道的に早めにお呼びした、それが早めなければいけないような医学的なものではなかったんですけど、一応明らかに分かっているものは予防ということで、あと最後ですね、長くなりましたけど、最後の9歳、先生ありがたいご指摘なんですけど、その通り私もあと9歳というのは、これは震災当時の年齢で出している、実際は11歳くらいで、
あの治療をしてるわけですけど、治療もしたら診断をしてるわけですけど、9歳、もしあのそういう、まだあの震災後2年という非常に短い期間で、ましてや腫瘍はそんな期間ではできない時期ではありますが、100歩譲って、チェルノブイリのことあの先ほど あの清水和夫先生のコメントとも同じように、小さければ小さいほどリスクが高いわけですけど、そういう小さいお子さんのグループには今のところはいない。今後はただこの子たちが大きくなればあの解析が非常に難しくなるということがあります。今の時点でここにはあの小さい子には全然いないということも一つお見せしたいということの一つでこのグラフがあります。思春期以降の人に、非常に、今回の対象はということでよろしいでしょうか。はい、どうぞ。おだめです。あの見つかったがんの最中について思います。あの平成23年度ではですね、一番大きなのが33ミリ、それから平成24年度は34.1ミリ、これはかなり大きなサイズに思えるんですが、これがスクリーンで初めて見つかるというのが私にとって驚きで、はい、現状はこんなもんなんですか。あ、現状はこんなもんで、一人によっては学校検診で結節なしと触られてますし、あのなぜかというと非常に大きいので、大きいけど柔らかいものが大きいし、小さいものは なぜ小さくて取っているか、それなりの臨床症状があって取っている。ですから大きさが逆に大きいのは進行して大きいとも必ずしも言えない。非常にあの両悪性の判別がつかないようなタイプでも調べると悪性がありますので、そういうことがございます。で、今回はここの例にはあの ご説明できませんけど、先生のおっしゃったようにほったらかしにされているようなあのこんな症状で何故見つからなかったかというようなあものはございます。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、あの一つ質問と四つお願いがあります。質問からですけれども、前回までは患者さん その居住地あるいは年齢、男女、すべてその患者さん側からの、ご希望であの公表が難しいという形でした。今回まあ、残念なことに人数が増えたために、そういう、こう患者さん側のプライバシーが逆に相対的に弱くなったのかもしれませんけれども、今回そこまで詳しくご説明いただくにあたってですね、改めて患者さんの側からは、了解をいただけたのでしょうか。これが質問です。最初にそれをお願いします。はい、一番そこに抵触するような患者さんには了解を得ております。あと、今回、それが1名で出せないとかそういうことがございますけど、1名というのが出てるかと思うんですけど、これに関してはよくご覧になっていただきたいんですけど、診断は確定していることをしてません。悪性ですから悪性疑い、手術をされたかされてないかの有無も公表してませんので、この時点で出さないと、これだけ数が増えているというのは検査の数も増えてますから、その中でじゃあ確定して、了解を得たで何人かわからないという数まで増やしてからの公表では、皆さんやはり実際受けられた方自身、治療されている方以外に、も含めて皆さんやっぱりどのくらいの数なんだというのは知りたいところがあると思って、それに抵触しない程度のところは出そうということで、やはり時間とやっぱりこの症例数の症例とか検査数の増加に伴って基準は多少変わるんだと。ですがその基本的な患者さんを守るっていう姿勢は変わりません。ですからそこと両者のせめぎ合いというか、そこを鑑みてここまで今回は検討して出させていただいたところでございます。はい、ありがとうございます。で 4つほどお願いをしたいと思います。この、悪性ないし悪性疑いの その患者さんたちの、見つかったその腫瘍の大きさですとか、それから、年齢とか、そもそもその甲状腺がん その進行の速さですとか、また人口当たりの発生率あるいは有病率、いろいろな観点でまだまだ疑問があると思います。
このように3ヶ月、約3ヶ月に一度の、短時間 の、 議論の中で、住民の方々に十分説明するのはなかなか難しいと思います。で鈴木先生がこれまで県立医大があれお一人で対応されていたわけですけれども、今回検討委員会の中に清水先生やまた疫学の津金先生というご専門家も加わられましたので、この機会にですね、この甲状腺がんについて特化した専門部会のようなものをこの検討委員会の下に作っていただいて、もう少しその頻繁に県民の方にご説明をいただいたり、時間をかけて説明をいただくようなそういう機会を作っていただいてはいかがと思います。これが1点目、それから二次検査の時に血液検査をされていますけれども、その結果がまだ公表されていないかと思います。これにつきましてもぜひ早急な公表をお願いしたいと思います。それから、先ほどちょっともう鈴木先生もおっしゃいましたけれども、その被爆線量との対比ということがこれから大切になってくると思います。ぜひこの点を充実させていただきたい。患者さんへ の、 基本調査 の、 ご協力を引き続きお願いしていただきたいと思います。で最後ですけれども、県立医大の先生方本当にこれだけの人数をですね、これだけの労力をかけて検査されるのはもう本当に、ちょっと想像の域を超えるほど大変だと思います。ブースの数も増やされる されているということですけれども、ぜひその県内での、県内の人数が多いわけですので、県内でのその協力機関を拡充するという先ほど の、 ご説明を、より拡充していただきまして、いろいろな方にもちろん統一の方針ですけれども、多くの方に、検査に加わっていただくということをお願いしたいと思います。でそのことが結果的には説明責任や公開性にもつながって、先生方 の、 そのご努力が、誤解なく伝わることにもつながると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。鈴木先生にぜひご検討いただきたいと思います。1点目につきましては、座長としてもその考えさせていただきまして、要項の中には設置できることになっているようでございますので、事務局とも相談をしますが、今の発言の内容からして、あるいはその市民への公開、あるいは県民への理解の促進という観点、ただ一方で鈴木先生大変で忙しくて大変だなという意見もございましたが、できるだけここは長期戦でありますし、しっかりと伝えることが大切だと思いますので、私に預からせていただいてよろしいですかね。今これやるとかやらないとかということを議論していると私がございますので、座長の係にさせていただきます。先生、ちょっと、はい、一つだけ報告をし忘れたことがあるので、はい、1点だけさせてください。この場で重要なことなので、本人にも了解を取ってきたんですが、 C 判定、皆さんその後どうなったかというのは報告がないので、C 判定はすでに、治療して、この甲状腺乳頭がんの一例に入っている。で非常に順調で、C 判定として呼んだときは超音波所見だけの情報しかないので急いで呼びましたけど、その後は通常の他の今の28名の人と何ら変わることなく、治療をして、もう社会復帰しているとき全く順調 でそのことを確認して報告する。以上です。はい、ありがとうございます。どうぞ。福島大の放射線検討管理センターの検討室があるようにカズワイの方から大変重要な問題を指摘されたときに考えております。それで一次検査の方は、今県内の方々の協力を得ながらやっておりますし、また全国医学部長病院長会議のさんの方からもこの一次検査に対する意思あるいは検査基地等の派遣もしていただいておりますし、学内的には一次検査ができるように講習会等を開いて大学の方でその方に講習会を受けたものに関してはですね、証明書を出して一次検査ができるようにしています。もちろん医師会の先生方にも講習会と受けていただいて、そういう方面で一次検査の方をしっかりやりたいと思います。
で二次検査に関しましてもですね、これは細胞診の先進等で少し専門的な技術等も必要でございますので、そこは大学といたしましても各方面といろいろ調整しながら、かつまた人材を育成しながらですね、二次検査の迅速化に図りたいと思いますし、今鈴木教授からお話しあった通り、今産部数ということでかなり増やしておりますし、二次検査のための拠点病院という今整備を検討相談しながら整備をしたいということで、今進めているところでございますので、検討一体となるような大学としても、この甲状腺検査に関しては進めたいというふうに考えています。ちょっとどうぞ。ご対応ありがとうございます。一点だけ先ほど発言した中で意味を補足するのを忘れました。二次検査の血液検査を公表していただきたいというのは、これは甲状腺機能の場合ですね、決して発がんだけが影響ではなくて、機能低下、機能異常、あるいは更新もありますけれども、そういうことも影響として考えられるために、そのために血液検査についてもお願いしたわけです。はい、よろしいでしょうか。今の際安倍市長ではなくて、センター長からもお話ありました、検視会も呼び寄せながらというか、鈴木先生のお尻を叩いて、ずいぶん検視会をしていただくようになりましたし、検査技師さんたちにも多く地域の講習会に参加していきます。まもなく、ある種の認証を受けた検査体制が各地区にできるだろうと思っています。それは非常に期待してますし、精密検査、それから長期にわたるということを考えますと、やっぱり地元で一時スクリーニングができるという形で、ね、やっぱり絶対必要だと思いますので、少し市として進まないというふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、質の高いもので、かつ将来性、長期にわたって価値のあるものということで、少しちょっと石橋を叩いているところがあるのかもしれませんが、そこまで来ていることはこうしておきます。それはちょっと私、座長が下手で時間がどんどん短くなったので、ここから先は急いでまいりたいというわけにいかないんですが、健康審査について事務局からの説明は一応資料皆さんご覧になってますので、要点を押さえて、お願いします。県民健康管理センター疫学部門長の大平と申します。本日健康審査部門長が、所要にて欠席のため、健康審査部門の副部門長として、発表させてもらいます。健康審査の実地状況でございますが、資料3の1をご覧ください。健康審査はですね、避難区域住民の方の生活習慣病の予防や疾病の早期発見、早期治療をにつなげていくことを目的としまして、実施しております。対象は、こちら、3の1ページの、近くの部分、13、市町村、避難区域と言われているところでございます。実施状況ですが、まず健康審査の項目についてですが、16歳以上は、特定健康審査の検査項目を基本としまして、そこに、血酸、それから血清クレアチニン、尿酸等のですね、項目を追加測定しております。0歳から15歳に関しましては、下の表の年齢区分別検査項目をご参照ください。次のページに参ります。実地状況についてご説明します。平成23-24年度の、県民健康管理調査健康審査の実施状況が、下の表に載っております。一番表の下の部分をご覧ください。受診率です。平成23年度の受診率に比べまして、平成24年度の受診率が低くなっていることが示されております。平成24年度の16歳以上の受診率は 25.7% で、平成23年度の 30.9% と比較しますと 5.2% を減少しております。同じ同様にですね、15歳以下の受診率は平成24年度が 43.6% で、23年度の 64.5% と比較しまして 20.9% を減少していました。この理由としまして、平成23年度は年度の終わり1月から3月に健康審査を実施しましたが、平成24年度は夏頃から健康審査を実施開始しましたため、23年度と24年度の検診と検診の間の期間が短かったということが一つの理由として挙げられます。また一方では、住民の方の検診受診の機会の利便性ということをです、
考慮しまして、実施期間を長めに設定しました。それがですね、逆にいつでも受診できるという安心からか、受診期間を逃してしまったという方も見受けられました。このような状況を踏まえまして、平成25年度以降ですね、以下のような取り組みを実施しております。まずですね、こちら 3-3 ページに載っておりますように、受診勧奨リマインダーの実施ということ、それから、住民向けの説明会の実施ということ、特に、24年度以降ですね、健康診査だけじゃなく、よろず相談というものを健康診査に加えることで、健康診査を受けることが、まあ、いろんな相談とかにもつながりますということをですね、説明し、受診勧奨につなげていきたいと思います。また健康審査の結果に関しまして、より魅力的な結果を報告を作るということで、健康審査の受診勧奨につなげていきたいと考えております。次のページご覧ください。 3-4 ページになります。平成25年度の実施計画案が表に載っております。25年度と同様にですね、県内県外ともにですね、検診の方を計画しております。で、最後に 6番の経年データを用いた検診結果の解析というところですが、やはり健康審査を受けていただいて、それをですね、実際の市町村の保健事業に結びつけていきたいという考えから、震災前の検診のデータと震災後の検診のデータを比較することで、実際に住民の方にどのような変化が起こっているのか、そしてどういう問題が起こっているのかということをですね、明確にするような分析と結果返しを実施しております。現在モデル的に飯舘村のさんから依頼を受けましてですね、この検診結果を分析しましてお返ししているところです。今後今年度ですね、他の市町村にこの分析を拡大していきたいと考えております。以上です。はい、ありがとうございました。の方から資料3-5ページからご説明いたします。既存検診対象者外の県民に対する健康診査実施状況でございます。こちらの制度につきましては、これまで検診機会をそのものがなかったという県民を対象に、県として独自に新たに健康審査を受けていただく機会を24年度から設け実施してきたところでございます。対象者につきましては、今申し上げましたとおり、これまで検診の対象とならなかった県民の方、例えば19から39歳の国民健康保険加入の方などを対象としております。検診項目につきましては、いわゆる特定検診を同様としておりますが、市町村さんと独自に項目を追加されているという事例もございます。次のページをお開き願います。平成24年度の実績になります。市町村が実施する総合検診と一緒に、または県内475の医療機関、そしてまた多くの方が県外にもいらっしゃいますので、県外の検診機関で合計 23,921 名の方が検診を受けられているところでございます。平成24年度につきましては、制度導入初年度ということで、実施までの手間かかりまして年度後半に集中してしまったという反省もございますので、25年度につきましては時期の前倒しなど、県民の皆さんの受診しやすい環境を整えていきたいと考えております。これらによりまして、福島県民の皆様には何らかの健康審査を定期的に受診していただくことになります。自らの健康状態を定期的に確認していただくことによってですね、この制度を、そのためにもこの制度を積極的にご活用いただくということでアピールしてまいりたいと考えております。以上、ご報告いたします。はい、どうぞ。双葉区医師会の坂ですけれども、今笹田さんからいろいろな改正をしたお話をいただきましたけれども、今までですね、とにかく現場では、どこでも誰でも簡単に受ける体制は決してなかったと思います。で、これから長期にあたって30年入るまで40年かかるんですね。それをずっとやっていかなければいけないということになりますと、多岐にわたりすぎ、複雑で現場が混同する。これを一元化して、もっと簡素化して、
で検査内容もこれでいいのかどうか、せっかく専門の先生方が来ていらっしゃいますから、でしかも年齢で区切ったりしてますの で今現在本当に乳幼児は何にも受けられてないと思いますよ。そういったもので一元化した体制を作るべきであることを提案させていただきます。でこの一元化につきましては日本医師会においてもですね、一元化のモデルとしてそういったものを作って今いますので、もしよければそれを参考にさせていただければいいと思います。とりあえず非常にこの受けづらい体制だという、複雑だという、経費も削減しなければいけませんから、一元化によって経費の削減、簡素化、そして長期にわたって管理ができる体制を作る必要があると思います。以上です。はい、他にご質問もありますか。はい、どうぞ。なのですが、今の一元化にがん検診も入っている一元化ですか。じゃあぜひよろしくお願いします。はい、これは長年私も委員として言い続けてきているものですね。それから県民、ごめんなさい、県の医療計画の中でもできるだけそういう体制を作れって言うんですけど、それをお話をすると県庁の人はみんな下向いちゃうんですね。なんでかっていうとですね、やっぱりその制度間でお金を出す仕組みや契約やさまざまなところが本当に複雑なんですね。で後ろとお金で紐でつながってる金なんかをもらっていることもあって、なかなか難しいんだと思うので、この際全権特区ぐらいの話をしてですね、検診をどこでも受けられると、で1枚持っていれば県民であることが証明できるところで受けられて、検診が受けられる体制を作るぐらいのことを、目指すっていうようなことをですね、県には促していきたいと私も思っています。前川先生ともあれですし、前川先生もそのようにおっしゃってますので、県の皆さんには下を向かずにですね、ちょっと前の上を向いていただいて、厳しいとか大変なことはもう百も承知です。でこれを今日やるとか明日やるっていうつもりはありませんが、がん検診を含めて県民がいつでも安心して、避難をしている人が含めて、その自由な場所を受けられる、それもみたいな自由きちんとしたポリティがあって、データはきちんとそのそれぞれの市町村なり、本人なり還元される、あるいは継続的にデータが把握できるという仕組みは、多分こういった問題もそうさることながら県民全体の健康ということを考えるのは重要な事項ですし、特にがんに関してはやっぱり払拭できない不安を持っていますので、がん検診の受診率を高めるというのは、これはがんへの影響が、放射線の影響がこの県民にあったかどうかということは全く別次元としても必要なことだろうと私は思っていますので、これは強く私も発言をしておきたいと思います。他にございますか。内容であれば次に参ります。次は、心の健康度生活習慣調査について準局から説明をしてください。福島医大、心の健康度生活習慣に関する報告書を紹介いたします。それでは早速丸4の1をご覧ください。資料41です。本日お話しさせていただくのは、報告させていただくのは1の、平成23年度の質問調査の結果と支援結果の概要についてと、2の、平成24年度質問調査の進捗状況について、ご報告いたします。まず1について、丸4の3、資料42をご覧ください。目的、対象、目的について割愛させていただきます。対象ですが、21万189人の避難区域の皆さんでございます。子ども用、11,717人、子供に11,791人、子供用3、6,077人、一般用18,804人ということでございます。広報結果は広報集計対象期間につきましてはそこに書いてある通りでございます。結果ですが、回答率でございますが、それぞれ、66.8%、63.7%、56.1%、一般用が 42.7% ということでございます。時間の問題がありまして、丸4の5ページをご覧ください。子ども用、丸1、丸2、丸3の全体のまとめでございます。子どもの心の健康度を評価する指標として SDQ を用いております。先行研究における SDQ16 点以上の割合 9.5% と比較して、今回の対象では全ての群で高いことが分かりました。また子どもの年齢が高いほど SDQ 得点の低い傾向が認められました。
支援を必要とするレベルにある方の割合が非常に高いということが確認され、それは若年者ほど顕著でありました。また、全体的に睡眠時間が短い傾向が見られておりまして、肥満や生活習慣病の発症への影響が懸念されました。また、体育の授業以外は運動していないという方が約半数を占めておりました。一般用でございます。一般、高校生以上の大人ということでございますが、まず心の健康度、1、全般精神健康度、K6 は13点以上、カットオフと書いてございますが、基準値と今まで申し上げていた値でございます。としますと、3% 該当し、トラウマ反応 PCL は44点以上あるいは50点以上カットオフと基準値としますと米国におけるニューヨークテロの 9.1 テロ後の作業員では 20.1% 11.1% は該当しました。それらの先行研究を参考に支援を要する基準を形式は20点以上 PCL は65点以上と設定いたしました。形式は20点以上が3.8% と20点以上が 3.3% であり、平常時の基準値の割合と同等という、高い基準値にもかかわらず割合が同等という、高い値を示しました。女性は さらに女性が 3.8% と男性よりも多くございました。年齢別では70歳以上が 3.9% で高いという高齢者ほど高い値でした。PCL は65点以上が 4.6%、これもまた女性が高く、年齢別の傾向も形式と同様、高齢者で高いものでございました。過去に、生活習慣でございますが、2割の人は主観的健康感を悪い、極めて悪いと評価しておられまして、また睡眠では約7割の方が不満を持っており、運動はほとんどしていない方が約半数ございました。現在喫煙者は 20.7%、 飲酒者は 44.1%、 大量飲酒者は 9.6% に見られました。続きまして4の7ページをご覧ください。支援結果の概要でございます。目的対象者選別については割愛させていただきます。まとめをご覧ください。子どもでございますが、子どもの要支援者は全体で1363名でありまして、子どもの電話支援の中で語られた子どもの、症状に関しましては、身体症状や怒りや不安などの情緒的問題、学校場面での困難などが多くございました。この詳細につきましてはスキーマなどを含めまして、4の49ページに詳しく掲載してございます。さらに、一般でございますが、高校生以上の一般の大人ということでございますが、要支援者は全体で5359人でございまして、電話支援の中での問題としましては睡眠の乱れ、子どもと同じの身体症状、命の落ち込みなどが認められました。これに関しましても4の50ページ51ページのスキーマほか詳細な記述をご確認ください。引き続きまして4の8ページをご覧ください。生活習慣への支援のまとめをご覧ください。生活習慣に関しましては女性がやや男性より 55.9% と高く支援者数がございました。うち使用支援者数の県外者の割合は 24.9% と高く認められました。さらに電話支援状況のうち 73.9% の方がすでに電話支援の以前に医療機関に通院中、状況改善がすでに認められていたという結果でございました。引き続きまして資料41の1枚目4の1ページ目をご覧ください。戻っていただければ幸いです。2の平成24年度質問調査の進捗状況、4月30日現在でございますが、回答状況は子どもが 40.5%、 一般が 29.4%、 合計 30.8% と昨年度よりも現時点では 10% 程度低い状況でございます。
支援確保2の支援状況でございますが、まず電話による支援でございますが、回答内容から支援が必要と思われる方に対して4名の臨床心理士、2名の保健師さんが電話をかけ支援を行っております。子ども一般合計で約 70% の方たちに支援を終了しております。丸4の2をご覧ください。丸2、文書による支援でございますが、これは電話番号の記載がない方や不在が続いている方などをかけて、不在が続いている方についてはまず文書を送りして専用ダイヤルなどをご案内すること、その他のパンフレットなどを送付してお送りしております。丸3、市町村などとの連携による支援でございますが、継続的な支援が必要と判断された方の状況を市町村と共有しております。でこの際、市町村と連携が必要な場合に応じて福島心のケアセンターとも連携して支援を行っております。括弧3をご覧ください。支援に関する今後の方針でございますが、丸 1SDQPCL の先行研究における基準値、現在は昨年度と同様に20点、20点、70点以上の方たちに支援を優先させて行っておりますが、今後なるべく早期に先行研究における基準値を超えた方、昨年と同様に方についても支援を行う予定でございます。丸2ですが、 SDQK6PCL 以外の要支援者の基準に該当する方、多くは自由記載ラインや欄外での記載内容から支援が必要と判断された方を中心に支援を行ってまいります。括弧4ですが、最後に平成23年度の回答率がに比べて現在は 10% 近く低いということで、現在の回答率が低下しているという状況のために、回答率向上のため、先ほど報告がありました基本調査と同じように広報並びに、書き方支援などその健康相談などのお話がありましたが、検診の際にその際に、も皆さんに、そういったことで、回答率向上を働きかけていきたいと思っている所存です。以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ご質問ございました。どうぞ。ありがとうございました。この間お話、前回お話ししたことがよりクリアに報告されていて、改善もされているようで、とても良かったと思います。ただお聞きしたいのは、その時にですね、確かこの心の健康調査、心の健康の調査というのは、被災した避難地域の人たちに対象で絞られていて、でしかもそれは経年的にではなく、23年、24年までですか、継続じゃないというふうに継続してする、我々はそのつもりでおります。25年度もやるつもりでおります。はい、そこが知りたかったです。確か前回だと県の方針、最終的には方針としては県が決めることだと思います。はい、県の方針と予算等で依頼されているのは初年度だけだというふうにお聞きしたものです。失礼しました。もう県の方針でも決まっているそうです。よかったです。それも改善していただいたんですね。ありがとうございます。ぜひそれをお願いしたいと思いました。というのはですね、実際にスクールカウンセリングでやっていますとですね、PTSD だなっていう感じの子どもですとか、情緒のコントロールが非常に悪いなっていう感じだとか、やっぱりすごく無気力だなっていう子が目立ってきたような気がするんです。それほど多い数ではないんですけれども、最初の年ってみんな頑張って適応してくれてるので、あまりそれが目立たない。それが2年たち3年たちというとやはり出てきそうな気がしまして、これは継続的に調査していっていただいた方がいいというふうに感じていました。じゃあそのようになっているということは何年というふうに限定されていますか、ここも教えてください。
現時点で決定されているのは25年だというふうに聞いています。ただし今後さらに長期にわたって必要なものであるのはメンタルヘルスに関しましてはもう10年20年単位で必要だというふうに我々は考えています。ありがとうございます。ご存知のように阪神・淡路の時も2年目3年目で増えたというカウンセリングが必要な子どもたちという結果もありますし、5年後経ってもまだカウンセリングするとしてたという子もいますし、でただそれは阪神・淡路の時はまさに震災だけだったんですね。私の支援をして歩いていて、やはり一番は放射線に対する不安に対する反応が大きいので、放射線不安はこれからも続いていきます。このようにいろんな大丈夫なデータも分かって安心もしてくる一方で、でも不安も募ったり、いろんなことがこれから起こる可能性もあるので、その度に放射線不安は見れます。ですからやはりこの、10年せめて続けていただけるといいなというふうに希望しています。はい、どうぞ。はい、そうですね、チェルノブイリの事故の後に甲状腺が増えました。で他に何が増えたかというと、他の臓器の癌に関してはしっかりとしたデータはないんですけど、他に確実に一つだけもう一つ増えた疾患がありました。それは精神疾患。それはですね、今でも国にはカウンセラー、心理カウンセラーがたくさんいらっしゃるんですね。でそれで心のケアをして、子供だけじゃなくて親のケアをしているということで、私は今回のことでですね、確実に精神疾患っていう疾患って言ったらおかしいですけど、まあ、精神的に不安を持つ親御さん、子供だけじゃなくて親御さんも絶対増えると思ったんですね。ですからこのケアっていうのは非常に大事なことで、もうチェルノブイリの事故が終わる二十何年経って26年ぐらい経ってますけども、いまだにカウンセラーがしっかりといるということを考えるとですね、長期にわたって定期的にしっかりとした対応したするべきじゃないかなというふうに思いますけど。はい、コメント一部質問になると思いますけれども、8ページのまとめの部分で、県外者で要支援者数の割合高いということですね。で県外に避難すれば放射線のストレスからは解放されるはずですが、にもかかわらず精神的な別のストレスが非常に大きいということだろうと思うんですよね。でこれの内容、なぜそうなのかということに関するやっぱり詳しい分析なりをして、その支援の方法を考えないといけないというふうに思います。これが一つです。それから12ページです。で一番上に母乳を与えているかどうかということに関して 99.4% がノーと答えているのは、まあ、世間一般にこんなものなのか、それとも母乳危ないという認識で避けているのか、私なんか勘違いしてるかもしれませんが、そこはちょっと気になったところでございます。それからまだあります。もう一つ33ページです。でここに表がありまして、この表を見て私は非常に驚きまして、これは何たることだと思ったんですよね。でなぜかと言いますと、急性の健康障害が起こるかどうかということを質問されたときに、可能性が非常に高いというのは 6.6%、 その左が 7.8% なんですよね。で急性障害が出るかどうかというのはもう確認できているはずでありまして、ここに書いてあると1ヶ月以内にというのはことでしょう。でこれはその今から1ヶ月、これいつの時点で調査されたかというのは少なくとも事故の直後ではないですよね。でにもかかわらずこれから急性障害が出るというような
質問自体が私は不可解でありますけれども、この答えも一層不可解でありまして、この急性障害ということに対する理解ができていない人が無視できない方がいるんじゃないかということが一つ、それからその次と次の、なんですけれども、まあ、将来がんが出るんじゃないかという心配、これは理解できるんですね。ところがその一番下の次の世代への遺伝的影響に関して驚くべきことに可能性が非常に高いと答えている人が一番多いわけです。で左側の欄の数字と合わせればですね、6割の人が、その遺伝的障害の不安を抱えているということなんです。でこれはすごく深刻なことだと思います。親がこういうふうに思っていると子供に影響しますし、子供がこれから成長して結婚して子供を作るなんていうことを考えますと、こういう思いを抱えながら生きていくというのは大変不幸なことだし悲劇だというふうに思います。私の理解では広島長崎のデータからですね、体内被曝はともかくとして遺伝的な影響はなかったという結果が出ているというふうに私は聞いております。それから自分の病院の場合でも、ミンスク の小児がんセンターで質問してみたんですが、汚染地域とその他の地域とで1000点以上の出方に違いはないということではっきり私聞いてきまして、その点がですね、非常にこのデータを見ますと、何たることだという思いがあるんですよ。で非常にこれは県民の意識の問題としては深刻だというふうに私は感じました。以上です。関連のお話、先に言います。はい、原爆研の稲葉でございますが、この数字は本当に特に遺伝的影響についてはこれはちょっと放置できない感じがいたします。で、いろいろな人からの震災の直後に非常に不適切な発言がありましたですね。福島の人は嫁にもらわないとかですね、そういうことも含めて非常に不適切な発言があり、かつまあそういうこともかなり影響したんではないかと思うんですが、ちょっとこの数字はありえないですね。どのようにすればいいのか、これはちょっと真剣に対応を考えるべき数字だろうと思います。6割の人が遺伝的影響が出ると信じているというのをどうすればいいんでしょうか。これは先生コメントありますか。対象者とか時期とかの問題もあると思いますので、よろしくお願いします。まず最初のご質問って4の8ページの、コメントでございましたけれども、県外者の割合が非常に高いという、その私自身他の教室の研究においてもそうなんですが、これは県外者の避難者、県外の避難者の人たちが実は精神科医としては一番心配でございます。でそれは精神的なその新たな環境への適応という部分が加わりますので、特にそれが文化も違う場所でいってですね、ですからこの辺についてはさらに分析をしていかなくちゃいけないんじゃないかというふうに考えております。おっしゃる通りだと思います。さらに4の12ページでございますが、このミルクの点でございますが、私が答えるのは隣の藤森先生がお答えした方がいいかもしれませんけど、これは3歳までの方にの子どもさんの調査でございますが、割合がこういうことになるんだと思います。はい、先生、よろしいですか。それに関しまして、平成23年度に、妊産婦調査で13で離乳食を始めるまでの間、子どもの栄養法はということを聞いております。その結果によりますと、母乳のみと答えた方が 30.4%、 ミルクと母乳の混合と答えられた方が 62.3%、 ミルクのみと答えられた方が 7% という数字でございました。この数字はあまり意味がないです。最後の4の33ページの表でございますが、
これに関しましては、まず最後のその3番目の、将来の遺伝的な影響という点に関しまして、やはりそういうふうな意識を持ってらっしゃる方がやっぱり多い印象がございます。これは我々のところにその県民健康管理センターに県外から支援に来てくださる方も広島長崎でのそういったスティグマが、消えない状況ということを憂いて、協力しに、こちらに来てくださった方も多いという現状も考えまして、でこの辺の所見につきましては今後の、啓発活動に生かしていきたいというふうにな思いで、こういった項目を設けております。はい、よろしいでしょうか。担当、はい、どうぞ。須永と申しますけれども、甲状腺検査は他の地域で同じ方法でやられたということはとても重要なことでとても評価できるんですけれども、ここで今ここが多いとか少ないというここのデータだけで語るのか、それから同じやり方で他の地域で調査とか、やられるとかそういうようなやられてるのかやる予定があるのかとかそういうことをちょっと教えていただければと思います。例えば、はい、多いとかパーセントが多いとかいう話になってるんだけど、それは福島県だからなのか、日本全国でも同じなのかってことを知る。安村ですけれども、県民健康管理調査と全く同じものではないですけれども、岩手県、宮城県では、厚生労働省が中心になって、被災地に受ける同様の尺度で調査は行われております。で、それに関しては以前もちょっとご報告はさせていただきましたけれども、比較可能なデータはあります。で、それと比べてもちょっと福島は高いと、課題が大きいというのは今出ている。それにいわゆる岩手、今回の震災が関係ない地域とかそこら辺の調査は全く予定されてないです。それについては一部この今回の報告にもありますけれども平時とかあと文献でもですね他の、地域で調査を行われているのはありますけれどももともとこういう調査が震災被災さまざまなそういうイベントに応じて調査をやられてますからいわゆる平時にこういう調査っていうのは実際はあまりないというふうに。はい、よろしいですか。今の話はこの放射線の影響についての理解ということを含めてですね、その県内この調査した時期の問題もあるんだと思うんですけれども、どういうふうにこの県民が考えられるいはその国全体の人たちがどのように理解しているのかっていうのことについては、看過できないあるいは見逃せないという話先ほどから指摘があります。これは県内のこの県民健康管理調査という枠組みを超えてですね、もう少しその日本全国に発信をしていかなければならない事項だと思いますので、関係者の皆さんにはしっかり認識をいただいて迎え2人来てますので2人とも迎えいただきたいというように思います。お時間ございませんので少し延ばしていただくことをご了解いただきまして、続きの臨作調査にお願いいたします。はい、福島県立医大の、産婦人科の藤森と申します。妊産婦に関する調査部門の部門長をさせていただいております。資料5に、載っておりましてお話しさせていただきたいと思います。サマリーが、4の 調査の評価等についてというところに、記載してございます。1です、目的です。妊産婦の皆様 の体や心の健康度を把握しまして、不安の軽減や必要なケアを提供するとともに現状や意見の要望等を的確に把握しまして、今後の福島県内の産科・周産期医療の充実へされていくことを目的として実施しております。2の対象者です。平成24年度は平成23年8月1日から平成24年7月31日までに県内各市町村から母子手帳を交付された方です。それから県外の市町村から母子健康手帳を交付された方のうち県内で妊婦健診を受けた方並びに分娩をされた方いわゆる里帰り分娩をされた方を対象としております。これは平成23年度とちょうど1年ずれているということでございます。3の実施状況です。平成25年4月30日現在の両括弧1ですけど回答状況です。
平成24年度は、発送数が、1万4493件で、回答数、6794件、回答率 46.9% でございます。昨年、平成23年度は回答率が 58.2% でございます。なお、平成24年度の本調査は、新生児の1ヶ月検診の結果を記入した後の回答の返送をお願いしております。平成23年度は受け取り直後の回答をお願いしておりますので若干低くなっておりますが、まあ、今後も福島県産婦人科医会それから福島県産科婦人科学会等と連携いたしまして回答率の向上を図ってまいりたいというふうに思っております。両学校2の支援状況です。回答内容から支援が必要と思われる方、具体的に申しますと、まずうつ項目という項目の選択肢がございまして、それにより、うつ項目のチェックが入った方、それから、自由記載の項目があるんですけど、その内容を読みまして、健康状態や育児状態等の不安にのことが書いてあったときに、助産師、保健師等が電話支援を行っております。1です。電話支援の状況ですが、平成24年度は要支援と判定された方が1041名、要支援率 15.3% ということになっております。平成23年度の要支援率 15% とほぼ同じ数字でございますが、助産師保健師さんたちがですね、自由記載の内容を読みまして少し幅広く今回は電話支援をしたという経緯がございまして、要支援率がほぼ変わっておりません。うつ項目による支援率ですが、ここに記載ございませんが、平成24年度は 10.5%、平成23年度は 13.1% ということで、うつ項目による支援率は減少しております。続きまして次のページで丸2でございますが、メール支援に関しましては本年平成24年度は6件、昨年度は13件でございました。丸3といたしまして、対象者全員に対しまして今回平成24年度は、心の健康の維持や放射線について詳しく、書いてございます。お子さんと保護者のための心と、身体の健康サポートブックと、これは福島県の児童家庭課が発行しているものです。これを、調査票を発送時に同時に同封して送付しております。両括弧の3でございます。自由記載の内容でございます。平成24年度は記載件数は、減少しておりますが、ご覧になって、分かると思いますけれど、いまだ胎児、子どもの放射線の影響について、それから放射線について情報発信や調査結果の公表についての要望というものがまだ上位を占めておりまして、今後も継続した情報発信が重要と考えられます。一方ですね、母乳検査の要望というものは、福島県が実施しました無料検査の効果もありまして、また実際にその結果では、放射線物質が検出されたということもございませんでしたので、平成23年度は425件ございましたが、平成24年度は17件ということで激減しております。両括弧の4です。平成24年度の調査に新たに、加えた項目といたしまして、次回、妊娠出産をお考えですかと、福島県で、次回妊娠を、出産をお考えですかという項目を、設けました。その中で、はいと答えられた方というのが 53.7% という数字でございました。で、答えられた方の中で、今後、希望されるサービスといたしまして、育児や小児医療に関する情報やサービス、保健所、延長保育、病児保育など、保育所、延長保育、病児保育などの拡充、産休、育休、育児休暇などの充実といった、ごく一般的な要望とともに、これもいまだ放射線と健康リスクに関する情報を希望される方が 59.2% いらっしゃいます。もちろん現在、お子さん、先ほどお話ししました、お子さんと保護者のための心と身体の健康サポートブックというものも同封しておりますが、今後も支援を通じた情報提供は必要と考えられます。また、いいえと答えられた方は 40,、
46.1% いらっしゃいましたが、放射線、このうち、最も多かったのは希望していないという方、それから、希望していない、それから今いる子どもに手がかかるため、年齢や健康上の、理由ということが上位を占めまして、挙げられる方が多くてですね、実際放射線が心配という方が 14.6% という数字でございました、この数字がまだあるということはやはり今後も、同様に、情報提供ということが必要だというふうに思われます。続きまして、データはここに、示しておりませんが、平成23年度の集計を見ますと、早産率に関しまして県内で各地域で若干の差は認めるものの、全国平均と比べまして早産率は高くございませんでした。県内の早産率は 4.8% ということでございまして、ごく一般的な、日本のですね、早産率というのは 5.7% と言われておりますので、高くございませんでした。また、赤ちゃんのですね、1000点以上、それから携帯以上の発生率を調べましたけれど、全県で 2.7% という数字でございまして、これは一般的な出生時の1000点奇形以上の発見率、3-5% と、同様の数字でございました。1000点奇形以上の中で最も頻度が高かったのは心臓奇形でございますが、これは 0.86% ございました。これも同様に心臓奇形の自然発生率約 1% とほぼ同様の数字でございました。5番です。平成25年度の実施計画ですが、これ案でございますが、本年度もほぼ同様の、対象者、それから調査内容で行う予定となっております。やはりですね、平成24年に、今後福島県で産み育てていくことへの意見要望、それから、今後も福島県で、お子さんを希望されますかと、それからサービスどういうことを希望されますかということが非常に今後も役立つと思いますので、その項目を今年も入れまして、平成25年度は調査を実施したいと思います。それから同様に、心と、身体の健康サポート力も導入して、最新版をですね、導入して調査を行いたいというふうに思っております。以上でございます。はい、ありがとうございました。何かご質問ご意見ございますか。はい、どうぞ。宮城県子ども病院の室月と申します。ちょっと今回初めて移植されて予備知識なしで意見を言ってくれるとは言われてちょっと戸惑ってるんですが、すみません、それで真剣なことをもしかすると質問と意見をさせていただくのではかもしれませんが、最初に質問を3つ目で確認させていただきたいんですけれども、この妊産に関する調査、心と体っていうのが強調されましたけれども、項目として最後の方に、相談率と先天以上の率についてお話になりましたけれども、例えばそういう先天以上のこととか、あるいは妊娠合併症、流子残率とか、あるいは、遺伝子病の発症率、あるいは例えば将来的な成人病、生活習慣病の発症とか、そういったところまで全部項目として入っているものですか。はい、妊娠合併症、それから、震災後の、の発症というのが、調査しております。先生おっしゃったその後の成人病とかっていうのはその後のフォローアップってことになりますので、そのことですかね。もしくはお母さんかもしれませんけど、基本的に妊娠合併症、それから、先生おっしゃった流相残率というのは、調べております。2番目はそれに関連してるんですけれども、23年24年度調査して今度は25年度やりますっていう、単年のごとになんか立ってるんですけど、これ大体将来的にどこまでこう見ていくっていうような、そういうの見込み見通しはあるんでしょうか。それに関しましては、現在までのところ平成25年度には、実施、するというところは決まっておりますが、平成26年度以降はまた、その時点での検討事項ということになると思います。意見はちょっと後でまとめて言わせていただきますけれども、3番目に調査と支援と2つの側面があって、
非常に大事なことだと思うんですが、ちょっとあの医者なんて分かりづらかったんですが、その保健師さんや助産師さんたちが、まあ、あの金融した内容を基づいて電話で調査する、あるいは電話での、まあ、相談をやる、まあ、結構既存の、 あの参加でやられているやり方なんですけども、そういった場合 の、 その助産師さん、保健師さんたちがやはりある程度の、まあ、専門知識が必要ですし、言ってみれば、まあなんですかね、いわゆるカウンセリング的なそういうトレーニングが必要になってきますよね。そういうような形って